寒くなってきました。そんな時に、福井で大活するのはこれ、ファンヒーター。でもこれ灯油による給油が必要です。そんな時に、便利なものを一つ見つけてきたんで紹介します。見つけてきたのが、これポリタンク用オートポンプ、TP-Z3。 従来のものだと、結構流行ってるのがこういうモデルですよね。本当はこれの、電動式が一番流行ってるんですけど、問題点もちょっとあるんですよ。結構ね、これって差しっぱなしにして、玄関に置くことあるんですけども、この隙間、この隙間が気になります。ここから匂いもそうですし、なんか灯油が、気化してなんか減ってってるような気さえ思えてきます。そこでこの、キャップ付きの TP-Z3 が活躍するんです。早速使ってみましょう。中には、これ灯油の受け口かな、こんな感じになってます。まずは、電池を、入れます。灯油缶を取り出す。そしてこの灯油入りのポリタンク、給油管を開けて、ポリタンクの口も開ける。これは、ホース、使い終わったホースを、収納しておくやつ、こんなもんまでついてるんですね。これをまず最初にここにセットする。そこからこれ、よいしょよいしょよいしょ、セットします。ホースを灯油管にセット。1オン。お、はい、自動で止まりました。給油が終わったら、ポンポン上の湯戻し位置にやって、油がなくなる。これで給油完了です。蓋を閉めて灯油管をセット、スイッチオン。あったけー。以上、灯油の給油に便利な、匂いも少ないオートポンプ、TP-Z3 でした。